はい、こんばんは。中学1年生、英語です。三単元の S っていう話に入ってきてました。はい、ですので、まずは最初ね、今日は早速その S の付け方というかな、SES の付け方。まあ、これからもう早速確認に入りましょう。はい、S の付け方としては、名詞の複数形の時とね、同じ感じだよということで前回触れた通りです。今一度確認しておきますと、普通は S を付けるだけでよかったんでね。はい、ところが、S、SS、SH、CH、O、X なんていうのが、で終わる場合。はい、そんなのは、ES をつけましょうね、ということでしたね。はい、その後、はい、シインジプラス、はい、シインジプラス Y で終わるもの。はい、シインジプラス Y で終わるものは、Y を I に変えて ES にしようぜ、ということでしたよね。はい、だから、じゃあちょっと見ていってみましょうよ。ね。はい、play, play, play. お、Y で終わってるぞ。Y で終わってるやつは、はい、なんかこれ怪しいのがあったな。ね、言うんだけど、丸の文字を見ます。は、A だよね。はい、そうすると、A っていうのは、もうあんまり細かいことは言わないけど、母音字、子音字ではありませんね。はい、子音字っていうのは逆に母音字っていうのがあって、母音字っていうのは、あいうえお、ローマ字書きのあいうえおでした。A, I, U, E, O。はい、これ A なんですよね。だから母音字なんです。ですから、ね、シンジプラス Y ではないので、はい、そのままただただ S をつけてあげましょうということでした。はい、ディール。もう普通に S をつけてあげましょうということでした。あ、メイク。もう普通にね、S をつけてあげましょう。メイクスですね。はい、プレイス、リーズ、メイクスということで、はい、普通に S をつけてあげたんです。明日持ったら次、スタディ。お、Y で終わるのはやっぱりこれ。ね、ちょっとね、判別しなくちゃいけません。はい、D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 。お、A、I、U、E、O 以外ですよ。はい、ということは、シンジプラス Y。はい、シンジプラス Y だから、Y を I に変えて、ES をつけてあげなくちゃいけないね。はい、Y を I に変えて ES。シンジプラス Y でした。Y を I に変えて ES です。ハブ、もうハブズじゃなくて、はい、これだけはね、ね、ちょっと不規則だったんで、ハズ、HAS で、ハズなんていう風に変化したよ。はい、ウォッチ、お、CH だぜよ。ね、はい、ですから、ウォッチね、はい、ES がついてきます。はい、イート、まあ普通にね、イーツということで、S がついてくればいいでしょう。ということでございました。はい、まずは SES の付け方ということでしたね。不規則に変化するハブに関しては、ハズというのは覚えておいてくださいね、ということでした。じゃあ今度は、ね、まあ動詞、まあいわゆる原型のものと、それから三単元の S がついているようなものを用意しました。この場合はどっちの形を入れたらいいんだろう。はい、そんな練習でございます。はい、ですから、とにかく主語を見るんです。主語を見て、三人称単数であったら、三単元の S をつけてあげるということですね。あ、今のところ現在形しかやってないので、あまり現在とか過去とかっていうとか、あまり今の段階では気にする必要はないんですが、主語が三人称単数。はい、とにかくこいつ意識していきましょう。ね。はい、ですから今後というか、まあ私たちはもうね、主語をしっかり見ていかなくちゃいけませんな。はい、するってと、じゃあまずさ、じゃあ簡単にまた確認しましょう。主語、ね、一人称、二人称、三人称というのがあった。はい、そして、一人称って何かっていうと、自分自身。はい、つまり、I、私ですよね。二人称って何かっていうと、話してる相手方。つまり、あなた、You なんです。で、三人称っていうのは、私じゃない、相手じゃない、はい、それ以外ね。はい、ということで、まあ、それ以外としておきますね。ということでした。はい。そして、単数の複数というのがあったね。はい。私一人きりに対して、私たちという複数形がありますね。例えば、we なんていう形。はい。もう複数はもう全然関係ありません。三人称の、さらにこの単数形の時だけ、I じゃない、you じゃない、それ以外で一人きりの場合だね。そんな時に三単元の S をつけるということでした。はい。だからどうしましょう。はい。I なんです。私です。一人称です。はい。ですからこれは特に三単元の S 関係ないですね。はい。ハブの方を拾ってあげればいいでしょう。We、もう私たち。やっぱりもう複数だし、一人称だし、関係ないね、三単元の S とは。はい、like でいいでしょう。
あ、they。 お、they って三人称なの、三人称ね。はい、彼らとかってね。はい、ですからね、三人称なんだけど、やはり複数形なんだな。だからやっぱり三単元の S、関係ない。はい、right のまま。はい、he。はい、I じゃない、you じゃない、それ以外彼、he、一人だ。半数。はい、だから三単元の S のついた。しかも have は has ということで、ちょいと不規則に変わったね。Miss White、 White さん、 White 先生ね、やはり私じゃない、あなたじゃない、それ以外 White さん、 White 先生、一人だから。はい、 knows と S のついたもの。はい、 Your brother、 あなたのお兄さん、弟。はい、ですからやはり私じゃない、あなたじゃない、それ以外で、あなたのお兄さん、弟。はい、一人っきり。はい、ですから likes ということで三単元の S のついたもの、はい、こいつを入れていきましたということでした。はい。では、今度は否定文疑問文の作り方というところでした。はい。じゃあ、まず上二つは、否定文にしてみましょうということですね。では、ありませんという否定文です。一般の詩、例えば主語が、まあ、you の時、まあ、一人称、二人称の時は、do not っていうのを使って、否定文。それから do から始めたりしてね、do you 何々で疑問文作ってきました。ところが、前回もやりましたが、三人称単数の場合、do じゃない、does を使うんでしたね。はい、ですから今回否定文ということになりますからね、今まで do not と使ってきたところ does not としてあげるんだな。はい、で、あとはね、今回は穴埋めの形になってますので、もしかしたら短縮の形も持ってこないといけないかもしれませんね。はい、そうするとどうかな。 he writes a letter。 はい、 he がまず来てますね。 a letter が来てますね。はい、 do not じゃない、 does not と使っていく。はい、そうするとこれは後に短縮じゃなくて大丈夫そうですね。はい、 does not。 はい、そしてポイントはこの後もう一つ、動詞は原型にするんです。動詞は原型、せっかくひっつけたこの三単元の S を否定文や疑問文の中では原型、つまり S を取るんです。せっかくつけたのにね。はい、ですからこれ writes とありますが、はい、write ということで原型にしてあげないといけないのということでした。なので同じく she studies English。はい、そしてまたやっぱり否定文だから、does not と入れていこうかなと思ったら、あれ、これはちょっと動詞が入ってくるね、あのっぽがねえから、あ、これじゃあ does not 短縮にしておくかってことで doesn't。 はい、そしてやっぱりやっぱり動詞は原型。はい、何度もうるさく言いますよ。否定文中動詞は、疑問文中動詞は原型です。はい、ですからせっかくつけた三単元の S、しかも study は新字プラス Y だったから Y を I に変えて ES にしたんだよね。はい、それを元々の study という形に戻してあげる。 She doesn't study English。 はい、こんな具合になってきたということですね。次、疑問文です。やっぱり you、 do you とかって使ってきた do を三人称単数だったら does にして書いてあげたらいいんです。はい、ですから Mr. White likes tennis。 はい、これを疑問文にします。はい、ですから do じゃなく does から始めてあげましょう。はい、 does Mr. White です、does Mr. White ですね。はい、 Mr. White。 はい、そして、動詞は動詞は動詞は原型。はい、 like tennis という風に書いてあげてクエスチョンマーク。今回 yes の答えを作ってくださいということなので yes の答えを作っていきます。はい、 yes の後には come。 はい、そして今回 Mr. White、 Mr. と言ってるぐらいです、男なんですね。はい、ですから男の時は he という代名詞を使って、はい、そして does で聞いてるね、あの do で聞いた時、例えば yes I do ね、 do を使って答える。はい、does で聞いてるから does を使って答えよう。はい、 yes he does でした。はい、じゃあ同じように言ってみましょう。 She knows your friend。 はい、これを疑問文だ。はい、やっぱり三人称単数だから do じゃないぞ、 does の形にしてあげる。はい、そして主語を持ってきて、はい、動詞は原型。はい、せっかくつけた三単元の S 取ります。はい、そしてその後はもう一緒だ。はい、your friend っていうふうに書いてあげた。今回は no の答えを書いてくださいということになってますから no で、はい、come。 今回は she、 代名詞そのまま使えるね。まあ女だったら she とかにも置き換えたりするのも忘れず。はい、そして
ダズで聞いてる、ダズで答える、ただただ、はい、今回規定脳の形ですから、ダズントゥなんていう風につなげてあげるということでございました。はい、ということで、今日はね、テキストを使っていきまして、56ページからのところではありますが、今回テキストは58ページ、ね、58ページの部分をね、中心にまあ見ていきましたので、そこをまあ今一度確認ということで、復習、ね、のビデオということでございました。はい、なかなか三単元の S、ね、この原型にするとかっていうのを忘れちゃう人多いね。あとはね、なぜか、ダズのスペル間違い。これ多い、多い。ね、なぜか多い。ね、ですので、そんなところも注意してあげてください。はい、では今日はこんなところでした。